サラのボイス千秋です。今年の春夏コレクション、花柄にチャレンジということで、いろんな花柄今回作ったんですけれども、はがきも皆様のところにお届けしているように、春がやってきたことを改めて感謝する今年の春だったような気がして、で、花柄を着ている自分も気持ちはすごく豊かな気持ちになるし、あと花柄のお洋服を着ている方が通り過ぎた時に、それもなんか、あら、お花が歩いてるような、周りにも幸せを配ることができるんじゃないのかなと思って花柄を作りました。このなんかいろんな花柄の中で、あ、まだあるのかな、なんかちょっとモデルさんが今回かわいいひろかちゃんということで、若々しいイメージを持たれるかもしれないんですけれども、まあ今回のモデルちゃん、かわいいモデルちゃんだから、そういったイメージになりがちなんですが、ベースをちょっと落ち着いたヨーロッパリネンのナチュラルベージュ、というよりもうちょっとシックなベージュのベースを選んでいるので、その上にいろんな色が重なったとしても、落ち着きのある、全体的にトーンの落ち着いた花柄ではないのかなと思いまして、で、実際に見ていただけるのが本当にありがたいし、今から7月まで全国各地でサラの展示会をしておりますので、よければまた近くの展示会場で実物を見ていただいたり、実物を羽織っていただいたりとかして、この花柄選びを一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、今日はその中でスカートを私は合わせてみました。これ花柄じゃないですよね。はい、スカート、こんな感じのスカートです。はい、はい、これウエストが、まあベースはゴムなんですけれども、長めのリボンをここにつけてて、リボンもタラタラとアクセントになったらいいなと思って、リボンもつけて最終的な調整をするスカートになってて、ウエストはそのだからギャザーではあるんですけれども、細かいタックが、タック、折りたたまれたタックで仕上げたスカートです。ギャザーだけになっちゃうと、どうしてもギャザーのところからドンと広がってしまうんですけれども、タックにして縦のラインをつけることによって、下に広がりを、このウエストラインの方はそんなに広がらないで、裾に向けて広がるスカートにしてみました。広げてみると本当にたっぷりの生地を使ったので、実はこれぐらい広がるんですね。でも落ち感のあるリネン、これも洗いっぱなしで、その後ちょっとねじって縦のシワをつけてるんですけれども、こんな感じで下に落ちていくから上がコンパクトに見えると思います。このスカートの丈ね、今私161センチなんですけれども、腰で履いてます。で、どうしてゴムとリボンをつけるかというと、そのリボンで最終的なウエストの位置が調節できるようにと思って、で、私ちょっとこう腰に下げ目に履いています。そしてそこに決めて、このリボンで最終的にその場所をキュッて決めることによって、立ったり座ったりしてもウエストの位置が変わんないんですね。で、もし私より身長のね、低い方とか高い方、じゃあウエストを落として履くとか、もし身長の小柄な方でいらっしゃったら、このウエストのラインを上までこう持って上がって、ゴムなのでどこにでも行くんですけれども、でもそれだけだとどうしても上がったり下がったりしてしまうので、ウエストのラインを上まで上げて、で、そこでこのリボンでキュッと結んでもらう。そうするとこの位置に固定されるんですね。そうするとちょっと足首が見えるような、私の身長でさっき履いたような丈とか、短め、今回は足、ダンスコの、これはイングリッドサボタイプの履いてるんですけれども、足元にちょっとポイントを見せたいなと思うようであれば、短めにこういう風に上げてリボンで縛る。そしてもし長めで落ち着いた感じで履きたいわっていうんだったら、ちょっと腰を落として、またここのリボンを結び直して、長めな丈で履く。スカートもね、切っちゃうとどうしてもその丈で終わっちゃうんですけれども、このウエストで調節ができると、長めのスカート、短めのスカートって変えることができるので、ウエストをゴムとリボンにしています。で、私今日はシンプルな
プリスティンのカットソーを着てるんですが、ジャケットをショートめのジャケット、このスカートの裾の広がりを見せる感じで、このショートめのジャケットを合わせると襟がついてることでキリッとした感じ、キリッとスカートの広がりをウエストで一度止めて、で下に広がっていく、こんな感じの着方ができる。でこの時に手首って、女性の手首すごく大事だなと思います。まあこんな感じで着られててね、きちんとした感じでもあるんですが、少しアクティブにコンパクトに上をなるべくこうキリッとさせたいなと思ったら、襟をこう立てるだけでもキリッとしたイメージにもなりますし、あとここを手首をちょっと上げてもらう、ここを出すことによって、そのウエストに、あ、ウエスト以上にラインが上がってきて、かっこいい着方ができる。このスカート自体が少し甘めな、ね、先ほどお伝えした花柄、あら、みんな花柄着てるわみたいなイメージの花柄だから、なんかその上のものももちろん甘めも可愛いと思うし、甘いだけはちょっとまだ抵抗があるわっていう方は、こんなキリッとしたジャケットとかカーディガンとか、そういったもので合わせられると、このスカートと一緒に初めの一歩を踏めるんじゃないのかなと思います。はい、今日のコーディネート、ジェニーちゃん、はい、この三角アカシアとぴったりの黄色のスタンドネックのタックワンピース、それをタイプライターコットン素材なので、トレンチコートのように合わせてみました。で中のスカート、私のはブルー と、グリーンがベースなんですが、この子はイエローとオレンジがベースになっております。なのでちょっとそこに合わせる感じで、タイプライターコットンのスタンドネックのタックワンピースを前を開けています。でタイプライターコットンってトレンチコートとかに使われる生地で、カリッとして私好きなんですけれども、こんな感じでワンピースでもちろん着れるけど、こうやってスカートと合わせる時にはこのリボン後ろでキュッて結んでいます。で女性の後ろ姿ってすごく大事な気がするんですよね。なんかこう姿勢がこうなってたら、なんか振り向いてほしいなとは思わないけど、こうキリッと後ろ姿がすっきりしてると、あ、なんかあの人振り向いてほしいなって思うじゃないですか。でこんな感じで後ろにリボンが結ばれて、もうリボンもすごく大切なんで可愛く結んであげる。そうするとなんか後ろにこの X ラインができて、すっきりとコンパクトな上半身が作れると思うんですけど、これでなんか歩きながらひらひらとなんかスカートを広げて、こんな感じの後ろ姿にすることで、なんかこの人に振り向いてほしいな、どんな方が着てるのかしらっていうので、こんなコーディネート私は好きですね。はい、中はエヴァメーバの、タンクトップ、全体的に広がりのある色合いだからコンパクトな色を持ってきました。で足元も映ってますかね、足元が、これもダンスコのサンダル、これ真ん中が全部つながってるんですね。ヒールってどうしても真ん中が空洞になってて、ちょっとカクカクするからヒール履くのちょっと緊張したって方がいらっしゃると思うんですけど、このダンスコのサンダル、ここの高さももちろんあるんですけれども、この下が全部ペタンとなってるので、運動靴感覚で合わせられると思います。そして何より履いた時に可愛いんだけど、あと履きやすい。で、あと足に合わせてベルトで調節できますので、足にフィットした履き方ができるのじゃないのかなと思います。キリッとした印象をしたいので黒のサンダルを選んでみました。こんな感じで季節も夏も秋、もう私はインナースカートとして、もしねワンピースの中で着るのであれば、秋冬も楽しめる花柄になっていると思いますので、ぜひこのスカートも初めの一歩として選ばれてみるのはいかがですか。はい、今日もありがとうございました。概要欄にスカートの詳細とかワンピースの詳細載せていますので、改めてご覧いただけたらと思います。はい、
ありがとうございます。また見てください。